この列車は特急スーパー白鳥16号新青森行きです。次は蟹田に止まります。今日も JR をご利用くださいましてありがとうございます。列車はこの先青函トンネルがある海峡線を進みます。青函トンネルの全長は 53.85km。 これは営業中のトンネルとしては世界一の長さです。津軽海峡の下を走る区間は 23.3km で、海底からおよそ 100m 深い部分を走行してまいります。青函トンネルとその前後のトンネルがある 82km の区間はすでに新幹線が走行できる規格で整備されています。北海道新幹線は2015年度の営業開始に向けて準備を進めています。ご誘導用意ありがとうございます。特急スーパー白鳥16号でございます。ただいま天候14号に予定しております。予選の途中で電話用が8時56分前後を予定しております。対応追加が特急スーパー白鳥16号の車内の内容調整しておりませんので、まずご注意を申し上げます。お手洗いは1号車と4号車、6号車乗車についてあります。